だからあの朝晩の旅は全ての始まりだった。そこからカンボジア、東ティモール、バングラデシュ、ケニア、いろんなとこ行って行ったんだけど、あの現場を見たから体が、心が動いたっていうのが一番明確な答えかな。他にも質問がある子、あれ、質問がある子、恥ずかしがり屋、あ、手が動いた、手が動いた、あ、マイク持ってるじゃない、早く言ってよ。じゃあ名前と質問を言ってもらってもいいですか。ともかです。はい、ともかちゃん、カンボジアやアフガニスタン以外にどこの国に行ったことがあるんですか。そうだね、バングラデシュというとても最貧国、最も貧しい国の一つだったり、ケニアだったり、独立してまだ間もない東ティモールという国だったり、で例えばケニアとかだとね、皆さんが先ほど発表してた、妊産婦の問題、生まれた赤ちゃんがすぐ死んじゃうだったり、お母さんたちと一緒に、お母さんたちも育てられない状況になっちゃうだったり、そこをね、みんなのレポートを聞いてちょっと感じてたことがあったんだけども、そういった状況を防ぐために、いろんな団体が移動診療所、お医者さんがとにかくいない、無依存、全くお医者さんがいない村とか地がいっぱいあるじゃない。だからその無依存を回るんですよね、看護師、ドクター、薬剤師、このチームが最小人数でいろんなケニアの、場所を回る。そうすると、でもね、外国人じゃない、彼らにとっては私たちって。そういう外国人がいきなり来て体を見せろって言われたらなかなか見せられないよね。だから最初は何言ってんだって、もう妊娠中毒症でもう赤ちゃんもお母さんも死んじゃうかもしれない状態なのに、見せられませんって断られる場合もたくさんあって、こういう活動って何が一番大事かって継続だと思うっけ。諦めないで、そのチームたちがずっと回るんだって、体を見せてもらえるまで。そうすると勇気のあるケニアのお母さんが、手に腹は変えられない、この子が生まれるんだったら、元気に生まれるんだったら、じゃあ私の体を見てって言って、その移動診療所のチームに見せてもらったら、そのお母さんの赤ちゃんは元気に生まれて、そうすると村人たちのコミュニティで話が話を呼んで、私も私も私もってなって、今ではその医療、ね、それは赤十字だったんだけど、医療診療所が来るって聞いたら、もう長蛇の列で並ぶぐらいになったの。たくさんの命が救われている。そういういろんな赤十字、国連、センザ・チルドレン、もう数限りなくたくさんの団体があるよね。その人たちは、私たちの寄付したお金を届けるだけの仕事じゃない。私が現地を取材して一番大切なのは、そういう仕事に関わっている人たちが、その国の文化、習慣、宗教、すべて超えて、心でどんな断られても生き続けたり、そこの言葉を覚えて、そこで生活して、食べ物も飲まないところで、過酷な環境の中で自分たちの使命を全うして活動を続けてるっていう、その心持ちに私はどこを取材しても心を打たれる。そうやって私たちの寄付したものを届けて現地に使ってくれてんだなって思うの。言って初めて分かった。だからこれを伝えないといけないなと思って、本当にいろんな国でいろんなものをね見ていらっしゃるわけですよね。もう本当ありがとうございます。じゃあ他質問、あ、隣、はいはい、じゃあ名前と質問を教えてください。ナスマリンです。マリンじゃん、マリンだ。世界の国々と日本では大きな違いは何がありますか、教えてください。そうだね、たくさんあるけども、日本はみんな日本語をしゃべるでしょ。だから、喧嘩はそれでもするけども、日本人として殺し合いとか戦争とか、なかなかないんでしょ。
アフガニスタンとかっていうと銃の言葉があって、同じ国の民族なのに言葉が通じないとか、なので文化も宗教も違う。そうするともう殺し合う。でアフリカもそう、通じないんだってね、言葉がいっぱい通じないところがあって、でまず理解を、お互いを理解しようとできなくって戦争が起こったりとか、そういう違いもあるし、あとは、まあ、子どもたちのことで言ったら、みんなが同じようにそう、勉強してるよね。でなかなか綺麗な校舎があって、机もあって、ランドセルもあって、給食もある。でも給食なんかね、世界を見ればなかったり、食べるものもない中で誤差引って勉強したりとかするよね。だから当たり前のように学校があるっていうのはすごく本当は当たり前じゃないとかね、そういうこともあるね、はい、ありがとうございます。じゃあまだその、おお、え、悩んでるじゃない。まずメンズ行く、まずとかメンズ行く、メンズ、あ、避けた、メンズ避けた。あ、すごい、じゃあ、メンズ行っちゃう。そうなんですよ、行っちゃうの、はい、あ、じゃあ、じゃあメンズ、お名前は、お名前教えてください。西出行きかんない、あ、もう、か、あの、また関係ないんですけど、はい、はい、せっかく椅子用意していただいて、座っていいですか。そうだね、そう、お座りにならないか。どうぞ、私持ってる、座って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 、そういう、そういう雰囲気。どうぞ。あ、それだけ？お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。もうごめんね、そうだよね。そうね、そうね。はい、ありがとう。じゃあ質問聞こうかな。はい。お名前教えてください。ルカレイヤです。レイナさん。レイヤです。レイヤ、レイヤさん。外国にいて、なんか日本ってすごいなと思ったことありますか？日本ってすごいな。そうね、日本ってすごいな。まあまあ、学校があるってこともそうだし、食べ物も豊富ってこともそうだし、平和。ものすごい紛争とか世界であるでしょ？人が人を殺し合うのが現実の世界があって。だから、もう本当に日本は戦争を二度と起こしちゃいけないと思うし、みんなが今平和にいろんな問題はあるけれども、手を取り合って生きていこうとしているところはすごいな。そしてそういった途上国を助けられる力がある。そういうところをもっともっと生かしていってほしいなって思う。日本はもうそういう国に、なったね。経済成長してなったから、今インドネシアとかいろんなベトナムとかどんどん日本の戦後みたいにガーッと経済成長してきてるけど、私たちがそういう途上国からしたらいいモデルにならなきゃいけないなって、それ的にはね、思いますね、いいですか？大丈夫ですか？はい、じゃあもう、お、あ、じゃあ僕にマイク回していただいてよろしいですか？はい、と名前とお名前お願いします。奥住真宏です。真宏ちゃん、こんにちは。そう、いろんな国に行って文化とか宗教の違いで一番困ったこととか大変だったことは何ですか？一番困ったこと、まあ、アフガニスタンにはトイレがなかった。まあ、トイレがあっても、すごい感じだったから、泊まるところもなかったから、私は寝袋で寝ました。寝袋を持ってって、猫の砂も持ってった。あとは迷ったら怖いから方位磁石を持ってったり、サソリとかも出るからポイズンリムーバーも持ってった。自分のやっぱり命をちゃんと守りながら取材をしなきゃいけないっていうこともあるし、困ったこと、そうだな、アフガニスタンの12年前の旅でね、首都カブールに行って、ホテル、すごく世界的にも有名なホテルの名前がついてたから、そこのホテルに部屋入ったら、天井が抜けてて、壁が全部こう血まみれだったのを拭いた跡が、銃弾
言ったら、2週間前、その反対勢力がここにいろんな人が待ってて、社長から入ってきてここを撃って、それで殺して逃げてったって。私ね、その話聞いて、話が出ちゃったの、怖くて。びっくりしたの。だって安全だって言われてたホテルに行ってそれだから。でも今はもう終戦協定が結ばれてますから大丈夫って言うんだよ。言うんだけど、2週間前は結ばれてなかった時にそうなったっていうわけ。2週間ですよね。でも本当に血が吐かれてる跡とか、銃弾の跡とかがあって。だけどね、外にはみんな、なんで、家がない人がいっぱいいるわけじゃない。屋根があるってことで、幸せだったのカブール。でもそこから13時間毎日いろんなところを行って、そこでは全然もう寝るところもなかったから、なんだろう、ちょっとこう仕切りがあったところで、屋根があるそういうところで、寝袋を入れて、超怖いんだよそうやってみんなでタッチで一緒に寝たって感じだった。そうですね、怖いね。だから普段の芸能のお仕事のメイクさんがついて、スタイリストさんがついて、そういう華やかなものではない。でも自分で志願して行ってるから、そしてカメラマンさんも、そのマイク音声さんもディレクターさんも、有志だけでいいですって、最初これは仕事だけど仕事じゃないから、まず自分の命大切にしてっていうことを言って言ったかな、でも逆に行っちゃいけないって言われてる国は行っちゃダメだよね。人質になって日本の政府が動かなきゃいけなかった、そういう無責任なことをしてはいけないなって思う。はい、じゃあもう一人いるかな。チャリティーとかボランティアとか、もちろんその人は
ところで過酷な状態で行って心と心がつながった時ってそんな風になるんだって思ったの。そしてその人はありがとうを言うために働いてるんじゃない、別の現地の言葉でありがとうって言われたことに対して何倍にもパワーになる、すごいなって。でその人のことを考える時にね、こういうチャリティー活動とかボランティアとかみんながさっき発表してくれた世の中がこうなってったらいいって言った、そういうことがね自然に、なんだろう、ちょっとチャリティーとかボランティアすると、曲がった目で見られちゃったりすることも多かったりする、ちょっと学校つけてやってって言われることもあったりするかもしれない。この日本では、欧米はそうじゃないけどね。だけど日本がそのチャリティー活動ボランティアに自分たちが目指そうとしていることが自然にどん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 広がっていけば最高になったの。だからさっきの答えで日本はお金出して汗かかないって言うって、そういう人たちもいるかもしれない。だけどめちゃくちゃ世界で頑張ってる日本人がたくさんいて、私はそれを見てきてる。だから日本人であることを誇りに思うし、もっともっと彼らのことを伝えていきたいって思う。私ね、最後にみんなにメッセージ。スイスとイタリアにこの間行ってきて、そういう困った人に手を差し伸べるっていう当たり前、今ではこうなんか困った人に手を差し伸べる、これ赤十字のアンディ・ジュナンっていう人、多分教科書に載ってた人、スイス人の、その人の人生を探りに行ったの。そしたらね、たった150年前は傷ついた敵の兵士がどんどんどん助けてくださいって来るとするよね。みんな助けたいと思うよね、傷ついてるから。もう銃も何も持ってない人として傷ついてる、普通助けたいよね。それ助けたら死刑だったんですよ、150年前。それはジュネーブ条約っていうものができてなかった。でもそのアンリ・ジュナンっていうおじさんはね、そんな戦争の現状を見てね、ダメだ、人として傷ついた兵士はもはや兵士ではない、敵ではない、人間だっていう言葉を残して、自分で本書いて一人一人に読んでもらうようにヨーロッパ中回ったんだって。その思いが政治とか法律を動かして、その法律が変わったの。村の人たちから、アンリー・ブラウンさんから、村の人たち、そして国の国、そしてヨーロッパ中、そして赤十字っていう団体ができたんだ。傷ついた人を救うのは当たり前じゃない、人として。そういうのってね、アンリー・ブラウンさんはもしかしたら死刑になってたかもしれないじゃない。でも私がここでみんなに言いたいのは、決して一人一人の力は少なくないと思う。みんなが今日発表してくれたことってこのお客さんにつながってる、すごい伝わってるよね。その一人の思いが強ければ熱ければ、それは必ず人に伝わる。そしてこの戸田わらびの人に伝わって、それがまた拡散されていくと私は思ってる。そうやって証明してきた人いっぱいいるじゃない。だからどうせ私がチャリティーやったってとか、ボランティアやったらなんか学校つけてとか言われるとか思ってる人もいるかもしれないけど、全然自信を持って自分の思ったことをやっていけばいいと思うよ。うん、一人一人の力は絶対小さくないから。みんなメッセージ受け取ったかな。はい、みんな一人一人理事のことからやっててもらいたいなと思います。聞きたいことはまだまだたくさんちょっとあるんですけれども、時間となってしまいましたので、ここで、メンバーの皆さんはですね、退場となります。はい、本日ありがとうございました。皆さんよろしくお願いいたします。これからも本当にみんなのためにみんなで頑張っていってもらいたいと思います。これをもってですね、今回のお声は終了となるんですけれども、7日まで動物において、藤原紀香さんの写真展、スマイルプリンスがですね
ね、9月30日まで、開催となっておりますので、ぜひ皆さん、お立ち寄りくださればと思います。でも終了となってしまうんですが、はい、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ一回どんな感じでお願いしたいと思います。毎回ね、伝えたいことがたくさんあって、で全部伝わるかなと思うんだけど、ああやって会場の人が一生懸命聞いてくれたり、そして子どもたちがこんなふうに一生懸命質問してくれたりすると、どんどん言葉が、あの時経験したことが降りてきて湧いてきて、言葉となってこうやって伝えることができるんだけど、伝えるってすごく難しくて、自分が思ってても伝わらないじゃないですか。こうやって一般社団法人とどまらびの青年会議所の人たちから、ぜひとどまらびの人たちに伝えてほしいっていうオファーをもらったからここに来れてるし、すごくその会議所の人たちにも感謝しています。そして今日来てくれた皆さんの忙しいそれぞれの時間を割いて来てくれたこと、本当に感謝しています。私はこれから女優としてももちろん頑張っていかないと、自分の話にね、耳を傾けてくれる人がやっぱり一人でも多くいてほしいし、女優としても頑張っていこうと思いますし、はい、今度10月4日から NHK さんの方で、はい、ボーダーラインという土曜ドラマをやります。これがまた骨太のドラマで、私たちの市民の命を命がけで作ってくれる消防士の物語です。このことによって世の中のサイレンになったりね、消防車、救急車、私たちを見るだけでも人ごととは思えないぐらい、本当にいろんな選手の外際で自分たちの生活、家族、そして市民の命、全然かけられないものだから、本当に市民優先で人を救っていく、そしてそれぞれの人生を描いているので、ぜひ10月8日からそれも見て、命の尊さということをね、伝えてますので見ていただきたいですね。私こういう活動を続けながら、女優としてもまた頑張って、はい、そして12月に皆さんにお知らせで、カンボジアに全体的に4校目、カンボジアでは3校目の学校ができることになったので、ちょっとありがとうございます。その皆さんの本当におかげで、今日は来てくれた人ですね。それでまた障害の会議室。で、就校式に行ってきますので、またそれも次の写真展とか、次の写真展とかで伝えられるように、現地の様子をプライベートで見てきます。今度は12月14青梅、青梅の親戚がいる方、友達がいる方、言ってください。12月14青梅の方で開催しますので、どんどんSNS でも発信してください。もうテレビでも紀香さんを見て、そして多くのきっかけをもらいにですね、またどんどん紀香さんのホームページですとかブログなどチェックしていただいて、さら、はい、にまた足を運んでいただくと、はいはい、ぜひもっともっといろんな方に、はい、こういった情報をですね、伝えていただければと思っております、はいね、はい、今もしお写真撮りたければ携帯で撮ってください。この場所で大丈夫です。あ、ご本人が、はい、今パッと見ましたけども、ご本人が OK って言ってるのいいそうでございます。それ私完全にどいた方がよろしいですよね。ちょっと距離を取りましょうか。大丈夫ですか。ちょっと喋ってることで喋ってる感じでね。あ、本当ですか。あ、わかりました。じゃあその雰囲気で。あ、でもね、そういうことで伝わっていけばいいと思うの。だから今日の感想とか書いたり、自分が感じたことを書いてくれればなおベストだそうです。必ず本日感じたこととか、はい、その自分の中できっかけになったものもですね、わーっときますね皆さん。それもちょっと一言添えていただけると、さら、はい、ね、にその輪が広がっていくと思います。最後に12月14日おうめって書いてあって広めてね、うん、はい、ぜひぜひいろんな方